で、一旦一瞬ウォームアップを行って、車を決めながらスタート時の足に踊れます。エンジンを停止した後で、もう一度ライダーは車を決めスタート時に戻ります。そこからカウントダウンを行いまして、バスに乗り寄ってエンジン移動。4キラスのレースがスタートすることになります。ヤマハブルーにこのままやっての登場です。昨年の8月末に行われましたこの通報での100マイル耐久戦というのは中須が勝ち、この耐久リベンジを、そしてスロー、スーパーホイスエンディアンプレー2010年 NHK レッドフォードレーションシリーズ第4戦不合大会大まとめしました。JSG の待機レース、いよいよスタート進行、ウォームアップラップをすでに5分を切っています。それではスタートに向けて登場しました各社でご紹介できます。その後ウォームアップを一応行います。今のポジションでマシンを止めて、もう一度ライダーが足を離れることになります。インフラグラを捉えまして今ウォームアップが開催しています。17時20分のサイティングラップの最後に、ウォームアップは17時35分スタート予定の16番手で予定されています。 JGT2 はこの後17時20分のサイティングが来てレースが進行することになります。さてスターティングポジションにはあらためてマシンが登場しています。ルマンシのスタートがこれから行われようとしています。40ラップの決勝です。 JSD 戦スタートに向けてのカウントダウンが始まります。さあこれからルマンス独特のスタート、マシンのところにはこのスタートをサポートするクルーがマシンを支えています。1分前が出ました。スタート1分前。さあ皆さんも一緒にこの時間を待っていました。カウントダウン一緒によろしくお願いしますよ。テンカウントからみんなで一緒に声を合わせてスタートいきましょう。これを待っていた2時間待ちのまもなくスタート。40秒前切りました。皆さん一緒に行くのは10秒前ですよ。お手伝いください。もうこのまま行ったら声出すしかないです。20秒前15秒前。さあ行きますよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 GO! さあスタートライダーがマシンに飛び出して、エンジンを通る。さあ、輝くな
ている交差上り勾配。そしてここまで2連勝の高橋拓実は今4番手に引き返してハイポイントで、さあハイポイントのアプローチ、ただいまの意を伺っていくのは全然ナンバーワンの中さん。レインボーまではまだここは加賀山がトップをキープ、加賀山トップをキープでレインボー回ってバックストレッチの下り勾配。さあそしてラインが割れている、馬の手に向かってインを伺っていくのはゼッケンナンバーワンの中須賀。さあコースはヘビーレイン、馬の手のブレーキングは非常に厳しい、ここを抑えたのは加賀山、トップ加賀山のまま1コーナーに入っていきます。レースリーダーはリーセクターの加賀山幸男、その後ろには中須賀、さらに3番手には柳川明、4番手には野田精神が張るプロの高橋拓実、走行レーシング、いや吉村12番の角の高さをつけています。モーターサイクル付近を抜けて上り勾配、隊列はきれいに天井上り勾配に入ってきます。トップを気にしているのは加賀山、まあこの上りからストレートパワー勝負になっていきます。加賀山がどこまでこの加賀山ペースが引き継がれていくのか、しかし柳川、そして中山落とした担当との位置を狙っていく最中の 110R からモーターサイクル危険へのアプローチ、この辺りはかなり川のようになっているセクションがあります。ここは無理はできない、モーターサイクル危険を抜けて最中の上り勾配です。加賀山、柳川、そして中須賀のままでランダースタートを取り抜けてホームストレートに戻ってきます。さあ今度は全体を通して柳川を行う、トップへ立つ柳川が加賀山との差を広げていく、そしてその加賀山をなんとかかわしていきたい長須賀としては、やはり先行する柳川を逃がしたくない、そこしか見えてきます。モーターサイクル地点を抜けて最初の上り勾配へ、さあ後方の高橋拓実、そして山口達也が追いついてきました。トップウルパーク5台だんだん続いて抜けてホームステージです。
一番入っています。トップグループ4台。で、それに出しますのは相変わらずライムグリーン、チームグリーンの柳川。さあ、さらに104番と山口が同グループがスタートを受けています。最終の入り口あたりでしょうか。104番と山口が選手がスタートを受けています。パーフェクト柳川となっています。柳川。
Thank you.
姿を変わってもう一度下の入りに出ます。さあ先ほどの先生のフラグが出されているタイミングでトップ3を参加しています。Thank you.
判断処理も地上でも続けています。Thank you.
が検討された解決が先生スピーカーはまだピットロードに入っていません。そして隊列の中から2台がピットロードに入っていく。さあ加賀山はピットに戻ってくるのか。いや加賀山はセーフティーカーの背後にピットに入ってきた。加賀山はそのまま走行走行、そしてピットロードにはロザルトをドッファイトの鈴木が入ってきています。ドッファイトの鈴木が入ってきました。そしてスタンドはまたテレビが入るのは高橋さん。藤田が今ピット離れてきました。藤田は内容方向を攻める。ラッターでコース戻ってきます。コース上にはセーフティーカーの歌が11車が入っています。セーフティーカーに先導された隊列は今 S 字を通過していきます。セーフティーカーがまだコースに入ったまま周回数は36周目。加賀山がトップ、そして高橋さんが2番手、そして吉村君と北中が3番手。今のところリーダーボールは6番、ベッキーの7番、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 リ
吉野家鈴木健太郎の須田拓也。33番ドッグファイトの藤田、8番と85番手の卒業番の中富。ペンギンカーが入った時点での順位、そしてこの赤旗が出されてないですね。さあ、一回順位についてのジャッジがどう決定されるのか、この後お知らせの判断を待ちたいと思います。赤旗10段の後、私たちが入っているジャッジでは赤旗10段地点のリーダーズボードの順位で決定という、一致配置が出ておりますが、最終判断の方はこの後男性表彰、そして最終のリザルトの方でご確認ください。それでは得点を表彰台に本命いたします。 DSP テック、ウィンナーは宣言71番チーム輝山、香川湾上戦。おととしのこの不合でのウィンナーが再び頂点に帰ってきました。高山選手、そして第2位は前回直接参上は今年変身の春袋高橋匠選手、第3位は前回12番吉田鈴木ジェロドマン津田拓也選手、そして日本人監督大学金の高山斉藤正彦監督もご登場いただきましょう。大会兼業から以上のトロフィーが贈られます。まずはウィナー香山選手、おととしもこの相撲で嬉しい優勝を飾ります。再びそのシーンと再現です。そして第2位は高橋拓実選手、これでポイントリーダーを引きということになるでしょう。第3位の津田選手、シビアなレースを抑え切って見事に表彰台の一角を行います。そして Thank you.
表彰台にお帰りなさい。はい、去年はね、ちょっと